奈良県といえば鹿でしょう。まだ奈良にカフェのようなものがなかった二十数年前から始まったくるみの木、今やカフェや雑貨好きの人の中では外せない場所になっています。人気の鹿サブレは原材料も小麦粉、砂糖、油、卵と至ってシンプル。サクサクとした食感も魅力です。薄い織物の産地で、神社の内装や儀式用といった服以外の織物が発達し、蚊帳生地が有名です。蚊帳を使う人は減っていきましたが、今では布巾となって織物の技術と伝統を残しています。その中から奈良ならではの鹿を友禅染めで染めた柿谷繊維の白雪友禅布巾を選びました。